久保さん、今回、梅雨、雨にしましょうか。雨。なんか全国、雨や、梅雨入ったっぽいっすね。そう。まあ人生って、雨の日もあれば、晴れの日もあれば、風の日もあれば、風の日、台風があれば、いろいろありますよね。まあ僕が好きな言葉でね、雨が降ったら傘を差すっていうね、松下幸之助さんのね、言葉がすごく好きなんですけど、まあいろんな解釈の仕方があるんですけど、まあ雨が降ったら傘を差す。まあ別にそのごく当たり前の行為だと思うんですよね。で、昔僕はね、これの言葉に反発してて、いや、雨が降っても傘は差さないみたいなね。濡れろみたいなね。雨が降ったら傘を差さず濡れろみたいなね。もう傘持つの嫌なんですよ。邪魔じゃないですか、傘って。だから、あんま傘好きじゃなくて。でも最近はもう、すごく、分かってきましたね。いや、傘差した方がいいよね、と。濡れるより濡れない方がいいな、みたいな。まあ、なんでそう思ってたかっていうと、結局濡れる、毎日、まあ、シャワー浴びるじゃないですか。風呂入ると思うんですよ。いや、吉永さん、僕は毎日風呂入りませんっていう人は別かもしれないですけど、結局、毎日濡れるわけですよね。だから、雨に濡れたとしても、どうせまたシャワー浴びれば濡れるし、もう関係ねえよ、みたいなね、ちょっとね、そういう時があったんですけど。まあ確かに、シャワーに浴びたらまた濡れるんだけども、まあそれはまた、ちょっと違う意味かなっていうところで。なんかひねくれてた時期もあるんだけども、最近はなんか丸くなったりとか、おっさんになったというか、まあ松下さんのね、本当にその通りだなっていう、そっちの方がいいよねと、単純に、思うようになりましたね。傘差した方がいいよねっていう。そう。だからその、傘差す、逆に言うと、雨が降らないと、まあ、日傘は別として、雨が降らないと傘はさせないっていうね。なんか松下さんはもうこの世にいないんであれなんですけど、雨が降ったら傘をさすの続きがあるとするならば、雨が降らないと傘はさせないと。これもね、展開の仕方によっては深い言葉になるんじゃないかなと。雨が降らないと傘はさせない。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、まあ僕はいろんなお客さんにその商品売りまくってるんですけども、まあほとんどそのネットビジネスに入ってくる人っていうのは、お金が苦しいとかね、収入を上げたいとか、少なくても今めちゃくちゃ幸せですっていう人に僕商品売れないんですよ。今お金に有り余ってて、例えば貯金が10億円ぐらいあって、別にお金に困ってなくて、まあ毎日、まあ優雅に自由に暮らしている。その人に僕は商品売れないんですよ。要はどういうことかっていうと、そういうピンチがあるからこそ、自分の今人生が思うようにいってない。収入を上げたい。でもそれが思うようにいってない。だから、何かを探している。だから、なんかないかなって情報探してる。だから僕に行き着くみたいなね。久保さんもそうですよね。麻雀店で赤字だったから、傘を差せるじゃないですけど、麻雀店で赤字で火の車だったから、新しい方法がないかなって探せたと思うんですよ。多分探せないですよ。久保さんが麻雀店毎月黒字で、毎月1億円ぐらい上がってますと。年商10億円ぐらい麻雀店でありますと。その中でネットビジネスで新しく金稼ごうなんて情報探さないと思いますよ。もし探すとするならば、毎月1億円ぐらい上がって年商10億円の麻雀店のオーナーですと。全国にフランチャイズ店構えてますと。これから麻雀の時代ですみたいなね。全国に100店舗。久保哲郎麻雀105店オープンしましたみたいなね。だけど時代の風化とともにね、もう大量の赤字、大量の借金。で、そしたら多分、なんか違う方法を模索するでしょうね。雨が降るから傘をさせると。ピンチになるからこそ何か新しい情報を探せるってことですね。逆に言うと、ピンチにならないと情報は探そうとしないと。これは本当に面白い話だなっていうか、いろんな勉強していろんな経験してきて、思いますね。はい。いってらっしゃい。